ブーハロー YouTube。 どうもーひらきんです。お待たせいたしました。今回はですね、ひらきんなんとお菓子を食べちゃいます。イエーイ。今回食べるのは今話題のロッテリアエビバーガーカッパエビセン。イエーイ。カッパエビセンのロッテリアエビバーガーズです。すごいヒラキン気になってて、みんなも気になってたんじゃないかなと思って今日はレビューしちゃいますので、まず開けちゃいます。開けました。ヒラキン開けました。匂いがする。エビの匂いがします。一本いただきたいと思います。音を聞いてください。サクっていうんですよ。おいしい、おいしいですよ皆さん。これね、味はね、あれに似てますから、ロッテリアのエビバーガー、その味、ロッテリアエビバーガー味。マックとモスとロッテリアあったら大体マック行っちゃうんですけど、ロッテリア行きたいと思います。もう今日からそんぐらいおいしい。ロッテリアなかなかないんですよね。僕ん家の近くはね、マックはあるんですけど、ロッテリアこの間潰れちゃったんでね、ちょっとあれなんですけど、なんか欲しいな、もっとタルタルソースとかつけて食べたらね、美味しいんじゃないかなーって思って。なんとクーポンついてるんですよ、後ろにエビバーガーのクーポン。これ5月31日まで使えるんでね、ぜひね、袋捨てずに。おいおいお前何しとんじゃ、何だろうって喋りくさっとんじゃ、クソつまらんねんかお前、こら全然おもろいね。どこからレビュー面白いよ、誰が見んねん、こんなもん。俺は低評価で話しやがる。おい、何カスタルソースやな、すいません、ツイートルやろ、エビバーガーってよ、だからだ食いよって。お前が何バーガー食うかなんか知らない。色を集めて不思議な色のコントロールしてうまく回る。